じゃあそんな残念なまとめで残念なまとめで、はい、じゃあ、はい、テーマはおしまいで、おしまいで、じゃあ相談以外、あ、相談以外じゃない、相談以外のお題以外のメールを読みます。はい、聞かないんですか、これは。あ、引く、あ、引こうか、うん、先引こうか、うん、じゃあ千葉さん引いてください。え、なんで、あ、千葉さん引いて早く、ほら千葉さん、やめなさい、痛い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 よ、痛い痛い、やめなさい、やめなさい、やあ、はい、お腹が出ちゃった、お腹がポコって、はい、はい、私引くの、うんうん、はい、でーん、あかねさん、あ、おめでとうございます。じゃあ、住所とお名前を、はい、中身をください。2枚目はかねさん、違う違う違うか、送、うん、ってください、こちらまで待ってます、はい、待ってます、ありがとうございます。じゃあ他のメールを読みます。ペンネーム書いてないですけど、これは、ペンネームみっさんからです、はい、ありがとうございます。ほっぺがピンクで可愛いですよ、二人揃って別の髪型も可愛いですよ、じゃあやめなさい、メールのお題に答えられなくてごめんなさい、今ネカフェでバニウラ保存中、頑張ってね、アデュー、アデュー、ミッサン。ネカフェってネットカフェのことですか、ネットカフェで、寝るカフェじゃないですよね、寝るカフェはどこにあんの、寝るカフェ、いや、あの、ありそう、カフェ、あの、オールできる、うん、終電逃した人の、そのネカフェどっちだろうと思ってた、え、ネットネットネットカフェ、カフェ、うん、え、の終電逃したらネットカフェに泊まんない、そう、だからネカフェかと思ってた、ネットカフェ、インターネットカフェ、うーん、満喫、すみません、満喫、満喫とも言う、ネカフェって言うんだね、うん、いや、っていうか、だからピンクが、はい、ピンクで、はい、ほっぺはピンクが見えてんだなと思って、っ映像が、うん、あ、見えてるってことか、うん、じゃあもう一つ、ペンネームキララさんからです、ありがとうございます、はい、前略遅くなりましたがブログ1周年おめでとうございます、ありがとうございます、挨拶設定があっていろいろ大変ですが更新楽しみにしています、うん、そしてバニービューラービーも来月ついに1年ですね、言われてみたらね、ぜひぜひ特別1時間番組とかやってほしいです、よろしくお願いします、ではでは、考えましょう、え、やりましょうって言った、1時間やりましょうよ、あ、そう、じゃあやろうか、うん、なんかいろんな衣装替えしましょうよ、ほんと衣装替え良くないですかね、どうせ上だけだし、上だけだし、いいよ、いいけど、じゃあちょっと考えるわ、うんうん、あ、じゃあ考える考える、まずついにリサ子がユーラブ衣装とか、あ、着たい、あ、そう、でもそれはもうちょっとでも特別な時が必要、じゃあ、あと1通2回ぐらい着たことあるけど、これ読んでいいですか、これあれ、あ、どうぞどうぞ、ペンネームノルノルさんからです、はい、ありがとうございます、2日間盛り上げようといろいろ試してみましたがグダグダ感満点でしたね、個人的にはセイホーがお気に入りです、あとは発散って書いてるのかな、それで後からヘイさんの間違いですってメール来たの、ヘイさんですよ、ヘイさんは流行らせましょう、それでは楽しく見させてもらいます、アデュー、あ、ありがとうございます。2日間ライブ来てくださったのかな。ありがとうございます。ね、あのあれまで来てくださったんですね。あの見てない人にヘイホーのあれを説明してください。がライブでヘイさんってみんなで盛り上げようって言われて、うん、私はあ、ヘイさんってみんなでやらなきゃいけないんだと思って頭がいっぱいになってて、うん、あ、盛り上げる盛り上げるヘイホー。ん、ホーは？リサちゃん。ヘイホー。セホーセホーホーホーホホホセホーホーホーホホホスみたいなチェースダダダダダっていかなきゃダメだね、最後ね、なんだっけな、サバイバルサバイホー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 ダーゲ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 ーだから、せーの、ヘイさんみたいにやるはずだったでしょ、うん、そう、ヘイさんってね、それがなぜか、レナちゃんの頭の中でヘイホーになっちゃったね、そうそう、しかも絶対さ、締めくくれないじゃん、そう、最後どこにも落ちなかった、うん、だからもうさ、う、私どうしよう、まあいいやと、とりあえずじゃあ次の曲へみたいな、そう、うん、まあ、あの、意外と好評だったらどっかでもやってください、うん、はい、わかりました、そうそう、やろやろ、そういう時にやります、はい、そろそろ番組終了のお時間です、はい、今週のバニビのお知らせです、はい、4月4日土曜日新横浜サンフォニックスホールでライブです、うん、今日発表しました、ホームページに2部
2部伸びです、はい、あと4月9日新宿シネマート映画先行上映会舞台挨拶、ぜひ映画のオフィシャルブログに皆さん書き込みしてください。はい、あのね、あ、それ言っちゃう？どうぞ、うん、それまだこれ？うん、まだ？それまだ、まだ私に持たせるんですか、これ？それ後でコメント通りするようにってこと。あ、そう、4月11日下北沢ベースメントバーでライブ、4月26日日曜日、今日私たちも初めて聞きました、新宿ルイード K4 でライブです。はい、あのね、映画のオフィシャルサイトっていうか、うん、ブログアメブロでやってるんですよ。でもなんかあんまりね、誰も見に来てくんないって映画の関係者の人たちが言ってたから、ぜひ、うん、マニビファンの皆さん、あのコメント書き込んであげてください。どこで見れるんですか？え、ホームページとかでブログ見れるんですか？オフィシャルサイト？うん、マニビのホームページ同じみたいに、ホームページあってブログってとこクリックすると行くように、もう、いや、もう普通にバニビのホームページから映画の公式サイトのリンク貼ってあるから、そこ行ってもらうと見れます。はい、あ、すいません、あ、お腹がやめなさい、うん、はい、来週の放送は4月7日火曜日20時半からです。はい、4月7日、うん、次週のお題は、新年度、新学期に新しく始めたいこと、何かありませんか、うん、皆さん送ってください。待ってまーす。2人も考えてきてね、なんか始めたこと？始めたいこと。リサもね。リサも考えてきてね。そうそう。うん、フルターンだったんだ、私。何フルターン？あ、そう！頑張ったでしょ。えらい。フルターンって何？単位ね、全部取れたの。そう。えらい、ちゃんと休まず行ったから、よかったよ。しかも成績優秀で、よかった、進級できます、おめでとう。イエイ。やめなさい、そう、裏紙見せるのやめなさい、裏紙だから。それ去年の、おととしのじゃん。え、おととし、うん、あ、写真がね、うん、ね、よし、うん、え、ゆうこちゃん感じいいから、まあ、見てる人見れないから、はい、はい、締めよう。それでは皆さん、また次週お会いしましょう。さようなら、アデュー。